今日も雨です。ずっと雨、しかも寒い。もうこの気温差に体がついてかんよね。風だけひかんように。今日も安全に行くのかな。で、今日はいつものお米の配達に行きたいと思います。イエーイ。 YouTube ファンの皆様ありがとうございます。昨日宣伝した林さんちの黒糖風味揚げかき餅たくさん注文来ました。どさっと今慌てて、受注しました。皆さんお楽しみに、ね、皆さんなんか3袋とか4袋とか5袋とか買っていただいております。頑張って作らなきゃ。2匹目の土壌がいて嬉しいです。イエーイ。ベルビーに行ってきます。今日は量が多いので2台体制でかな。はい、さあ、あと半分はもう一台に任せします。これ以上は積載オーバーになっちゃうんでね。よいしょ、さあ行くか。はい、相棒が来てくれました。これあのね、ベルビさんの女性社員が多いんでね、小袋にしてあります。だからみんな積載オーバーとか言う人いますけど間違ってますよ。軽くしてありますからご安心を。イエーイ。到着なのだと。雨ひどいな。ありがとうございます。はい、終了。2人やったら早い。あ、そう、次食べられない。油断ならんぞ。はい、黒糖風味とぼ餅ようやくできました。今日買い物かごに入れるのかな。また音速で売り切れたりして前回半日かからんと売り切れたりして朝入れとったんでびっくりした、はい、おーすごかった。で、昨日宣伝した黒糖風味揚げかき餅も今日いっぱい売れたよ柳の下に土壌2匹目おったわ。言うてみるもんや。皆さん、ファンの皆さん本当ありがとうございます。しかしなぜにこの黒糖系が宣伝したら売れるんかな。今までひじ餅とかかき餅とか、まあいろんなものを宣伝してきたけど、今回はかなりの爆発力やったね。びっくり仰天でございます。皆さんまたお買い求めください。イエーイ。はい、ターンパックルって呼んどるけど、部品名はチェーン、アッシ、チェックってなってるよね。チェーンチェック、へえ、そういう名前なんだ。しかも
もともとはこんな銀色なの？ブルーかと思ったけど。これはなんだ？爪ボルトキット。ああ、これ田植え機だ。田植え機の三つ半内の部品が来てるんだわ。こういう感じなのか。はい。SL41 のターンパックル。まあ、正式名、アッシーチェーンチェックの交換のためにちょっと撤収します。よし、私も戻ろう。養生しとかなんだ。濡れたら面倒や。でなりました。タンパック、チェーン、チェック、足、どんな名前？使える？あ？使える？使える。買える。この間直したけどやっぱ飛んだ。やっぱ飛んだ。うん。
ガツンってやったほら、この山がもう、もう少なかったもんね。オス側とメス側ももう谷がないから、ほら。あ、もうダメだ。ずらしただけじゃ。ずらしただけじゃ。いっぺんずれて山がなくなってしまっとるもんな。やっぱどうしても左は右側にがかかるからね。よくこれが折れる、パーンって。うわ。ここが。ここが折れんの？ここが折れやすい。一回折れて。うわ。前の機械。で、一回折れるとここにね、これただはめてるだけで、うん、ピンで、うん。で、これ自体はロックかかっとらんって。うん。で、結局この、こっち側の方が、少し、ほら。あの広がると結局そのガタが出る、ネジがこうフローズするやん、うん、ボルトが、うん、ほんと一回折れるとなんか、じゃあここ全部変えなってこと、本当言ったら毎回変えて、この油圧シリンダーから向こうやね、向こうで変えてる、うわぁ、ウィズニーとか、これがほら、ここの角度、ちょっとやりにくいな。行き過ぎ。もうちょい下じゃない？いいやけど。石に回るから。ちゅうことや。石に回る。どっちへ戻る、こうかな、こうか、こうか、
取ろうかな。じゃあこっち。はい、ターンパックル、アッシーチェーンチェックを、交換しました。でこっちを変えたんで、こっちも新品に変えてしまいます。うんね、うん、一回変えればもうこれ3000時間次に1回変えるのか大変かよ。ということで修理してまたハゼ塗りを再開したいと思います。イエーイ。はーい、ターンパックル、交換しました。ピカピカやん。これ銀色やったっけ。え、この青色じゃなかったっけ前。いや、塗るんか。マジか。します。午前中のうちに田んぼに置いてきます。テスト塗り、順調順調。しめりやけど寒い、寒すぎる。早く帰ろう。いいのに濡れてるのは分かったかな。
塗るのか、寒いよ、早く帰ろうよ手が震えてきた。今日はすごいわ、寒さが。寒すぎてもう限界です。カメラが揺れてる。帰ろうぜ。車に戻ります。限界です。午後からの心だ。イエーイ。